どうも、狩猟冷ややっこです。今回は、ザ・ハンター、コール・オブ・ザ・ワイルドというゲームを紹介していきます。このゲームを知らない方、興味はあるけど、どんなゲームかよくわからないという方向けの動画になります。オープンワールド形式、大自然の中、獲物を探し、狩猟するゲームです。ジャンルとしては FPS ゲームになりますが、ハンティングシミュレーションというのが、一番しっくりくるかもしれません。ザ・ハンターは、2017年にリリースされたゲームで、グラフィックがとても綺麗です。景色のいい場所が多くあり、カメラを構えて散歩するだけでも楽しむことができます。狩猟の難易度は高めですが、獲物を見つけるまでのドキドキ感や、苦労して狩猟することで得られる達成感は、他のゲームではなかなか味わえません。やり込み要素として、トロフィー評価の高い個体を狩猟するのも楽しみの一つです。システムについて、1、プレイヤーにはレベルがあり、レベルを上げることで、スキルやパーク、装備が解放されて狩りがしやすくなります。2、武器は、ライフル、ハンドガン、ショットガン、弓の4種類があり、用途に応じて選択できます。3、ミッションは、簡単なものから、クリアまで数十時間かかるような高難度のミッションがあり、かなりやりこたえがあります。基本的に、実績の解放以外に影響がありませんので、やるかやらないかは完全にプレイヤー次第です。4、デフォルトでは、動物の鳴き声、足跡などの痕跡が近くで表示され、狩猟を助けてくれます。が、設定でオフにすることもできるため、よりリアル思考でのプレイも可能です。マルチプレイは8人までで、協力しての狩りや競争が可能です。口述の DLC マップについて、ホストがマップを所有していれば、参加者は DLC なしでも参加が可能です。動画編集時点では、エピック版と Steam 版はクロスプレイが可能です。残念ながら、PS4 と他プラットフォームでのクロスプレイは実装されていません。友達と一緒にプレイしたい場合には、プラットフォームにご注意ください。DLC は、大きく分けて、マップ、武器パック、便利装備の3種類があります。マップは、初期マップ2種類、追加マップが9種類あります。景色や気候、獲物の異なるマップが盛りだくさんです。近日追加予定の DLC マップでは、なんとオーロラが見れるようです。武器パックでは、モダンライフルや火縄銃、クロスボウなど、バリエーション豊かな武器があります。いろんな武器で狩りを楽しみたい方におすすめです。便利な装備として、テントや、バギー、暗視双眼鏡など、狩りや移動を快適にする装備があります。このゲームは、セールの時に 70% オフになったりするので、セール時が特におすすめです。本体とセットのバンドル版がお得ですが、本体を持っているとバンドル版が購入できないため注意です。個人的には、コンプリートコレクションの購入をお勧めします。ザ・ハンターの紹介は以上になります。この動画を見て、少しでもザ・ハンターに興味を持っていただけると嬉しいです。初心者の方向けの動画も投稿していますので、購入したけど、うまく狩れないという方はぜひ見てみてください。お台箱を開設しました。動画のリクエストや質問などがあればどうぞ。できる範囲内で答えていきます。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。